ヒブヒブ小豚ニュースのお時間です。今回はスーパーコンピュータ富岳というお話です。スパコンランキング、年に2回発表されるスパコンランキングに理化学研究所と富士通株式会社が共同開発したスーパーコンピュータ富岳が HPCG アプリケーション実行性能およびグラフ500ビッグデータ処理性能において7期連続の世界第1位を獲得しました。また TOP500 は第2位、 HPL-MXP は第3位となりました。富岳デビュー。富岳の本格始動は2021年3月からですが、2020年4月から試験運用がなされました。コロナの最中に6つの課題を富岳に計算させました。特に室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測とその対策のシミュレーションは目にしたこともあるのではないでしょうか。1秒間に約40形態の計算、1億の1億倍が1京と聞いてもピンときませんね。少なくとも全世界人口60億を総動員しても1秒間で同じ計算を終わらせることはできないとわかります。理研のわかりやすい説明によると、日本人1億2000万人を総動員して100年以上かかる計算を富岳は1秒で終えるのです。今回のランキング1位の HPCG は、産業利用などの実際のアプリケーションでよく用いられる強弱勾配法の処理速度です。またビッグデータの処理で重要となるグラフ解析のグラフ500でも1位を取りました。第3位の HPL-MXP は AI の計算などで活用されている能力も加味した計算性能を評価する指標です。トップ500で今回1位になったアメリカのフロンティア。トップ500はリンパックベンチマークというプログラムを使ってコンピュータの総合的な性能を計測評価したものです。2回連続1位のフロンティアは1秒間に 119K4000兆回の計算をし、今回の富岳の 44K2000兆回よりも圧倒的に速いです。速い計算機って神だなぁと思った。スパコン京都はチャンネル登録よろしくです。ブヒー。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブー。